どうも、ロクロックビのエンタメラボへようこそ。ロクロックビのペッチとケベルジョチョネクトサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。ドーナツの空洞を注文しました。え、何じゃ空洞。哲学ですよ。すごいね。むずいな。哲学ですよ。よくドーナツの空洞ですよ。この世界は。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。というわけでボイス2第7話直前考察よというわけで本日もやってまいりましょう。7ですよ。早いっすね。そうでもねえな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。というわけで本日もやっていきますが、まあ間違いなくこの第7話っていうのはトールちゃん回になることは確定じゃないですか。そうだね。なのでね、ちょっとそこのね、どういう展開なのかっていうのをね、はい、中心に今回やっていきたいと思います。うん、トールちゃんピンチです、うん。今も逃げてますよ。ああ、今もね、うん。この動画撮ってさらなかも逃げてるよ。逃げてるから。あら、俺は助けなきゃいけないんだよ。そうだね。トールちゃんをフレームしちゃうよ。ほんまに。ほんとに。トールフレームだからね。ね。あれもう当てたくなかったけど当たっちゃいましたね。フレームになっちゃったからね、ほんとに。まあとにかくトールちゃんがどうなっていくのか、どういう展開になっていくのか、その辺を中心にやっていきたいと思います。ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。というわけでボイス2は毎週土曜日夜10時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日の日曜日に直後考察動画として動画を上げております。そしてその直後考察動画についてコメントをまとめて再考察した直前再考察動画放送日前々日の木曜日に上げておりますので、こちら3本セットで楽しんでください。というわけでまずはですね、前回ですね、樋口が白塗り男ってこういう人物じゃないって気づいたじゃないですか、ね、虐待事件に関わったあの少年が白塗り男なんじゃないって気づいたじゃないですか、はい、でそれについて僕がですね、樋口が気づいたことをなんで白塗り男のクオンが気づけたのかっていうのに触れたじゃないですか、はい、そこについてちょっとコメント来たのでいろいろ読んでいきたいと思います。まずはミキミキさん。僕たちのこと気づいてくれたよって知り得たのは、大輝の担当医が廊下から盗み聞きしてて白塗り野郎に報告したのかなとも思いました。あ、ということで、ね、結構ね、担当医の医者が怪しいって声が多くて、ってことは盗み聞きして流したのもこの担当医なんじゃないっていう話なんですけども、うん、確かになんか俺らも何回かこの担当医明らかに怪しいよねって話はしてましたよね。まあそうだね、うん、まあ明らかに怪しくないんだけども、なんか雰囲気はあるよね。ありますね。まあね、大輝くんもね、白塗り野郎が乗っ取りたいから。そうだよね。やっぱどうしても協力は必要ですから、うん、全然担当医はね、うん、白塗り側でもあり得るな。そうだね。まあ検視官である安藤さんとこの担当医が繋がってる可能性っていうのはまあなくはないよね。まあそうだね。だってそれで入れ替わりでというか、うん、あのクオンが大輝の教室に行ってスマイルって言って、うん、あ、そうだね。ね、樋口に刺したわけだから、うん、ね、全然繋がっててもおかしくはない。まあ、どうだろう。繋がっとかないと無理だろうね、いろいろ大輝だと思う、うん、やるのも、まあ、あとコメントでは7話でも無線の音を聞いてる場面っていうのあったじゃないですか。ああ、はいはいはい、クオンがね、うん、なのでまああの病室のシーンは無線は多分つながってないけども、その後に立花がね調べますって言ってたので、まあその調べてるとこをクオンが盗聴してたっていう可能性はあるよね、普通に。そうだね、うん、まあそっちの可能性の方が高いのかなとも思いますけども、うんうん、まあとにかく普通に知ったんでしょうね。まあそうだね、うん、まあそこに内通者の匂いとかは意外にしてこないのかな、うん、っていうのがまあ基本的な考え方でございます。というわけでここからは展開考察、トールちゃんどうなるのか、そしてですね、まあ前回サムネにもしましたけども、オノダを撃ったのがまあもうトールちゃんではないってことは周知の事実じゃないですか、うん、そしたら誰が撃ったんだっていう話で、まあ可能性としてあるのが白塗り男クオンか、まさかの重藤なんじゃないかっていうのを前回語りましたけども、まあそこについてね、皆さんもいやこの二人のどっちかでしょうねって声がかなりあったので、まあどっちの意見もありますので、ちょっといろいろ読んでいきたいと思います、はい、まずはこれ読みます。サッカーガール14さん。重藤弟には生きててほしいけど、恋人の声はどこかで聞いた声とはならなそう。それに関してはクオン説が濃厚かと、ということで、もうこういう意見もかなりありました。やっぱ俺らがヒントにしてるこのどこかで聞いたような声ありえないっていうので、まあどっちかかなって話ですけども、どこかで聞いたような声って恋人に言うかなっていう声はかなりあるんですよ。うんね、まあそうね。うん。で、もちろん僕たち的にもそう思うんですけども、うん、まあ重藤説を押すならば、やっぱもう死んでるって立花はもう確信というか、死んでるって思ってるわけですから、うん、まあ死んでるはずの声が聞こえた時に、うん、一旦どこかで聞いたような声ぐらいな思い出し方はしそうじゃないですか。まあ、もう排除してるからね。そうだね。そうだね。候補として。死んじゃってる人の声は。そうだ。まあだから、どこかで聞いたような声ぐらいにしか思わなかった。うん、うん。っていう可能性はありそうだよね。まあそうだね。まあ別にセリフとしても違和感はないから。そうだよね。なるほどね。うん。もちろんなんか、行方不明とか、普通に生きてるならば、こういうことは言わないはずなんだけど、はい、まあ死んでるって思ってるっていう点では、この発言もおかしくはないかなっていう感じですかね。うん。
はい、続いてはですね、アさん。小野田本部長を殺したのは白塗り男ではないと思います。白塗り男だったら夜勤を押し付けて殺すはずなのに、夜勤ではなく銃殺されていました。別の人ではないでしょうか。なるほど、うん、またちょっとね、目線が違くて面白いなと思って、あ、まあ、確かに今までの白塗り男っていうのは結構殺し方にも特徴があったり残酷なとこが見えてるんですけども、今回に関しては予告を見る感じ普通に銃殺だったので、まあそんなシンプルに殺すかなっていう意見ですよね。確かに確かに全部自分が手を下してるのは夜勤つけてるね。そうなんですよ。ってなるとやっぱり白塗り男の指示で誰かが小野田を殺してそれをトールに押し付けたっていう説が、まあ、出てくるのかもよ。はいはいはい、確かに確かに、まあ、あの場所もどこかわからんしね。ね、遠い場所だったら自分も行けないしな。そうだね。え、じゃあ誰か向かわせたのかな。ってなるとやっぱ重藤弟っていうのも出てくるし、まあ、あと、まあ、コメントではないんだけど候補としてはやっぱりおそらく内通者の片桐。ああ、まあ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 、まあ、と、まあ、可能性は低いけども小野田と何かやり取りをしてた山城って可能性もゼロではないのかなと思って、まあ、そこまで手を下すはずはないんだけども、うん、まあ、小野田のことを信頼してて、まあ、小野田からも信頼されてるから電話が来てたじゃないですか、うん、まあ、それに対してどう答えたのかとかも映ってはなかったので、まあ、次回いろいろ回収はされるんだろうけど、これはなかった。小野田の向きがなんか正面じゃなかった理由っていうのはなんか入射角がどうみたいなコメントがあったんだけども、うん、ジャケットはジャケットなかった。あ、ジャケット、そうだ、ジャケットコメントなかったけど俺らに気づいたんだよね、うんうん、あの前回ちょっと言わなかったんだけども、ジャケットを着た状態でトールちゃんに話しかけてんだよね、はい、だからその声は聞こえない演出はされてたんだけども、うん、でトールちゃんが気絶してパッとトールちゃんが目覚めると小野田が死んでたわけなんですけども、うん、その小野田はジャケットを脱いでるんだよ。そうなんだよ、うん、なんだカッコつけたなんだ、まだジャケット着た方がかっこいいけどな。で、周り結構俯瞰で見えるとこもあったんだけど、うん、別に落ちてもなかったないね、うん、で誰か持って帰ったジャケット。いやそうだと思いますよ。そうじゃないとおかしいよって。さすがに何か意図ありそうじゃん。まあ、そうだね、何かしらの情報がね入ってるメモがねジャケットにあるとかね、うん、ただ何に血のりを見せやすくするためだけだったらちょっと爪甘いよ。あ、ちょっとね、だったら最初から切ってこなくていいし、なんなら別にこうちょっと肌けさせれば見えるわけだ。見えるわけだし、まるっきり着てなかったんで、ね、おかしいよ。そうだ、いや絶対あると思う。あるよね、かしら、うん、どう思いますか。でもまあ、ケミロジュ言った通り何か盗むために持ち帰ったが一番あんのかもね。まあそうだね、うん、じゃあジャケットが出てきてそいつが犯人でバレると。いやでもそう、だいぶボンミスだよね。ボンミスだよ、ボンミスだよ、ね、物だけ盗めばいいのにジャケットごとっていう。そう、確かに。だから探してああもうない、いえこれごといっちゃうみたいな。白塗りに言われたしな。そうかな。それこそでも山城の線もちょっと出てくんのかな。なんかまた信じてたのにみたいなので撃っちゃって、でなんか隠蔽するためにそう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 、とかなんか白塗り側っていう可能性は低いと思うんだ。あ、それ低いと思う、山城がね、うんうんうん、じゃなくて小野田を信頼してたのに小野田に裏切られてしまった、そのなんか悔しさから思わず撃ってしまったとか、うん、まあ理由はちょっと分かんないけども、まあね、撃っちゃった可能性っていうのはまあゼロではないよね、うん、そうだね、うん、それこそ普通に山城にも身の危機が迫って、ね、撃たざるを得なかったパターンもあると思うし、うんうん、うん、まあちょっと違う意見でこれも面白いなと思いました。お豆さん、予告はいくらでも編集できるのでどこかで聞いたような声はクオンの声に対して、ありえないは重藤班長の声に対しての室長のセリフで違う場面をうまくつなげてるのかなとも思いました。うん、ね、これまた違う意見なんですけども、まあこの人はどこかで聞いたような声はクオン、ありえないは重藤班長に対してっていうね。確かにね、予告を見るとどこかで聞いたような声っていうのは口元映ってないというか、声だけ差し込んでる場面なんで、うん、どんな時に言った声かは分かんないし、うん、だから2つの言葉が繋がってない可能性っていうのがかなりあるなと思ってて、うん、なんか声質も違うんだよね。ああ、なるほど、ちょっとね、そうそうそう、繋げた感じにも取れる、うん、ってなると、まあ期待しちゃう展開としては、まずどこかで聞いたような声で監視官じゃんとなって、でじゃあ白塗り男監視官で間違いないねが中盤にあって、はいはいはい、で終盤で、え、でも白塗り男じゃないよ小野田殺したのってなって、はいはいはい、ありえない重藤弟やんみたいな展開、うん、2段階構成、なるほど、だったらいいなっていう。確かに考察じゃないですだったらいいなです。願望として、願望として、ラストで重藤弟が出てくるとか、熱いの、
熱いよ、ね、熱い熱い、うん、だから注目ポイントとしてはさ、次の7話でさ結構早めに白塗り男がクオンって分かってくれた方がなんか面白い展開にはなりそう、うん、あそうだね、うん、まあ我々は分かってることだからね、もうそ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 うだね、そうとかね、まあ僕の主観なんですけども、立花がありえないって言った顔は、うん、なんかやっぱクオンに対してあんな顔するかなってずっと思っちゃうんだよ、ね、なるほどなるほど、うん、まあ、全然主観なんだけども、陽子真希の演技がちょっと読めた、そうそうそう、うん、恋人、死んだはずの恋人の声がする、ありえないに思っちゃいます。でもなんかそういうイメージはでもあるよ、ベスと同じく、なんか恋人っていうか大事な人を思っての、そうそうそう、なんかやっぱ気持ちは乗っかってんだよ一個、うん、市場というかさ、そうね、プライベート感が乗っかってる顔なんで、うん、僕はそこを信じたいとは思います。ね、いいと思う。ということで、最後にですね、なんかこんなのありそうだなっていうのをちょっと読みたいと思います。コバさん。重藤弟はまだ生きてると思います。重藤弟は養子ということだったので、もしかしたら児童養護施設でクオンとつながりがあり、施設内で2人が絡む、やけどを負うような事件があったのでは、そこでクオンが肩のやけどを負ってしまい、そこから重藤弟が脅され、クオンにいいように支配されている可能性はあるのでは、と思っているのですが。ということで、うん、もちろんね、妄想的な部分もありますけども、結構つながりを持ったコメントだったので採用させていただいたんですけども、うん、まず重藤弟っていうのは確かにお兄ちゃんと血がつながってないみたいじゃないですか。ありましたね、うん、そうね、うん、ってなると、あの養子かどうかっていうのは正直わかんないけども、うん、まあ育ちがちょっと複雑な可能性はあるよね。まあそうね、うん、うん、児童養護施設で育ってて引き取られて重藤兄と兄弟になった、うんうん、とかいう展開があるならば、その児童養護施設でクオンと出会ってた可能性っていうのも出てくるのかなと、うんうん、まあそうだね、うん、別になんか血が繋がってないっていうのが別にいらんちゃいらん、いらんちゃいらんの感じだったんで、回収もされてないし、ただパッと言っただけだから、うん、確かにそういったなんか過去のシーンでね、うんうん、いろいろクオンとの絡みが弟の方にあれば面白いね、面白いね、うん、でさらにこの火傷の件ですけども、現代のクオンがですね、肩にすごい大きい火傷があって、でこれっていうのが15年前はなかったので、うん、っていうことはお母さんにつけられた傷ではないってことが分かってるので、それも、まあ、この重藤弟となんか絡んでる事件の可能性もあるのかなと。うん、そうね、うん、なのであの傷がついた事件もしくは事故っていうのが描かれる可能性はあるから、うん、まあ、そこでも重藤弟が意外に絡んでたりしたらまた面白いねって話よね。まあそうだね、まあ、正直可能性としてはどうなのかなとかありますけど、施設って言っても、まあ、いろんな年齢の人が多分いるもんね、うん、多分クオンとさ重藤弟だとだいぶ年齢には差があるじゃん。だけどもまあ普通にクオンが年上で、うんうん、でまあ弟みたいに可愛がってたけども、はい、なんかね事故が起きてとか、なるほど、ね、そういうようなつながりは全然あると思うけどね、うん、確かにその幼少期のつながりっていうのがあったりしたら面白い、面白いと思う、うん、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、うん、まあ、小野田を殺したのは誰なのか、そして重藤弟は生きてるのかっていうのは、うんうん、本当に注目ポイントなのでいろいろ語りましたけども、はい、まあ、あとは他にはね予告でいろいろ疑問な点がいっぱいありますので、トールちゃんの部屋で花丸のついた何かが見つかるっていうとこもあるみたいで、これもねトールちゃんの部屋で、そうなんですよ、はい、なんかその昔からなんかそのね花丸がついたものを所持してたってなると、白塗りとの関わりっていうのがなんか意外に映ってないところありそうじゃないですか。まあね、それもあるし、まあ、逃走してる最中に誰かに置かれたっていう可能性も、うん、あ、そう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 、まあ、な、まあ、だからそっちだったらいいんだけど、ね、まあね、繋がってたらでも嫌だね、そうそうそう、じゃあ本当に悪いやつじゃん、だって見てなっちゃう、見てたよね前まで、花丸イコール白塗り野郎だっていうのは知ってるよね。うんうん、うん、ね、危ないじゃん、危ない、何なんだ本当にトールちゃん、ね、だからまあケメロジョ言った通りね、うん、逃走中に、まあ、内通者とか誰かに置かれてしまったっていう方が、うん、いない間になんかその物を置くって結構いじめじゃない、うん、盗んでないのに盗んだ物を置かれて、いや俺やってやってないっていうやつ、ね、今更いじめとか言ってももう、まあ、殺人の疑いかけられてるから、まあ、そかそか、急に樋口がこれいじめだよねとはなんないと思う。まあまあまあ、まあ、かわいそうだよ、かわいそうだね。というわけでですね、ちょっと第7話はもう目が離せませんよ本当に、うん、ちょっととにかくトールちゃんが生きててほしいっていうね、まあそうね、声は大きいですから、うん、まあ叶えてあげましょう僕たちで、僕たちでいけるんですか、叶えられるの、願いられる、まあ、ね、まあ、願えれば、願えば、ね、切実にね、うん、そうだ、うん、ということでリアルタイム放送今回ももちろんやりますので、皆さんね願いながら、うん、無実を証明しましょう、よしよしよし、というわけでこれからもよろしくお願いいたします、というわけで僕たちは他にもいろいろ活動します、ということで
いろんなね考察しておりますので、ぜひとも他のね考察もぜひ気になるのを見ていただければと思います。そして僕たちサブチャンネルなんかもやっておりますのでね、僕たちのことちょっと知っていただければより好きになってくれる可能性ありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで以上六六でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後に決めろじゃ、はい、小野田のジャケットがなかった理由、まさかの理由何？トールちゃんがメルカリに出品してた。あららら余裕だ。お金が欲しい。メルカリ？